今どちらかというとヤーン選手が 2-0 でリードしていたんですけど、うん、現状はちょっと戸上選手が有利なんじゃないかなというのがありますね、うん、ヤーン選手がこのサーブをどううまく対応するのか、まあ素晴らしいプレーがヤンガンに出た直後に戸上が取り返した、うん、あそこで流れが1回出たんですけども、ね、サービス2本戸上で取りましたので、まあ、特に1本目ですね、うん、あれを取ったのがやっぱり第4ゲームは大きかったかなという感じですね。戸上はこのゲームは連続ポイントが特に多いんですね。5連続ポイント2回4連続ポイントも2回このゲームというかそのこのマッチ全体でですよね。だからやっぱり流れに乗るとそうですね、まあ、止められない、まあ、戸上の一つの特徴ではありますけれども、はい、さあ今度は6オールからでデュースありの第5ゲームになりますのでどちらが先にサービスになってくるか戸上からです。これ2本取るとかなり有利になってきますのでレシーブのヤンガンはここは一つポイントになってきそうです。まず1本目このレシーブちょっと簡単になってしまいました。ポイント戸上です。迷ってる感じありますね。ちょっと中レシーブ、ね、そうですね、うん、もうどこに何行っても打たれるので、うん、難しいですよね、うん、戸上選手の凄さですよね。セブンシックス戸上2本目展開から最後相手のフォアいっぱい広げてきました。このあたりはさすがにご覧いただきましょう。今レシーブも良かったんですよね、はい、ただバーンと打たれたんですけどうまく取れましたね。そうですね、すごい。そんなに振り抜いてないんですがちょっとロングに出してきましたこのヤンガンです。セブンオール今度はサービスヤンガン、よく対応した戸上、エッジボールになりました。ポイントは今度はヤンガンです。これ流れヤンガンに向いてこのポイント向きつつありますね、向きつつありますね、はい、多分かなりもうほぼしゃがんでるような体勢からまた振り抜いてきています。エッジボールではありますが入っていましたのでこれはヤンガンに流れが来るかもしれません。となるとこの次のポイントが大事になってきます。ここ大事ですね、はい、8-7さあヤンガンがどうするか。YG これはオーバー、ポイントは戸上です。8オール、ここでサーブ2本出せる戸上選手は少し有利ですね。有利ですね、うん、ヤーン選手は1点でいいので取りたいですよね。そうですね、まず1本目です。8オールネットオーバー、ポイント戸上です。9-8、ちょっとサーブ甘くなってしまった、甘くなりましたね。そこをねフォアで厳しく塗っていったんですが、はい、ちょっとミスが出ちゃいましたね。出ました、これで 10-8 になりました。サービスヤンガン今度2本です。まだ分かりませんね、まだ分かりません。この2本取ればジュースになります。ラリーコース変えてきて最後は入ってないですね、オーバーですね。戸上選手ではなくオーバー、戸上のポイントです。
いや強かったですね。11対8、ゲームカウント3対2で戸上が勝ちました。これでマッチカウント3対0、この試合の木下マイスター東京の勝利がまず決まりました。あの2ゲーム目をヤーン選手が追いつかれたけど、はい、取った、で 2-0 になった時にはもう本来であれば戸上選手ちょっと心が折れそうなところ場面ではあると思うんですけど、はい、そこでもしっかりやってきました ね、 ねいやこれサーブからの得点率、そうですね、あの3ゲーム目以降の戸上選手の得点率がもうすごい多かったんじゃないかなと思うので、多かったですね。ヤン選手リードはしてたんですけどちょっと苦しい展開が多かったように感じますね、はい、まあ、レシーブがちょっともう一つ今日課題がある状態が続いていたことを考えると、やっぱりサービスで戸上は点が取れてたのかなり大きかったですね。結局今も4連続ポイントで最後決めましたので、このマッチ4連続ポイントが1、2、3、4、5回、5連続が2回ですかね。なんでレシーブさえ戸上選手がうまくいけばもうサーブで2点取れるっていう構図が、という構図の流れだったという、はい、ゲームの流れでいくとそういう流れだったというゲームでした。